綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、空は晴れてるんですけど、なぜか雨が流れてくるっていうね。さすがです。知る人ぞ知る、雨、雲が、あちらはちょっとなんか早いよね。はい、呼んじゃいましたか。呼んじゃったよ。パーファイブ、またですね、うん、またパーファイブ。よいしょ。フォローなんで、うん、いいですね。リンゴルフで、はい、よかったなみたいな動画とかなんかあるんですか？結構印象に残ってる動画は今平修吾のラウンド動画。はい、純ちゃん、ゆいちゃんと今平修吾プロと対決したんだよね。あ、してたかも。竹内さん、あ、うんうん、オーナーね、オーナーで対決した動画が、うんうんうん、それ私結構今もう何回も見ちゃう。へー、うん、なんかそのこうさ、カメラ越しでしかそのツアー中の今平プロってこう真剣なところしか見れないけど、なんかああいうちょっと確かにね、フランクな実際のね、うん、人柄みたいな、そうそうがあって、あ、よりあの応援しちゃう。あ、確かに確かに、結構周囲とかにいるともう買ってほしいみたいな。でちゃんとさ、なんか最後アプローチ練習かなんか、ゆいちゃんを持ってでもこうなんて言うんだろう、習う、ゆいちゃんもこうへーって習うんだって、この人も納得するんだっていうぐらいやっぱり上手に教えるから、うんうん、まあ最先端ですからね、あのツアープロのね、技術が。あれは結構好き。ああいうのまたやれないんですか？あれはね、ああいう方を召喚するにもいろいろ大変なんですよ。大人の事情が大人の事情じゃないんですけど、懐事情ですね。皆さん見てください。そうそう、しかもさ、ほらあの時はなんていうの、宮下さんから竹内町に切り替わって、うんうんうん、でみんなもやっぱどういう風になるのかなってこう楽しみにしてたところで、で竹内さんもこう頑張ったと思う。最初なんか多分プレゼント的な感じで、そう、でもあれもね、多分ね、ずっとやってたらね、もう今ないと思う。そうだ、ちょっとサービスした。でもね、でもまたちょっとやってもらいたいですよね。やってもらいたい。そうなんか久しぶりになんかゴルフやりたく なるんじゃないかな。こう一部一回さお休みしちゃうゴルファーとかも、なんかああいう動画見ると、あ、またちょっとやりたいかもとか思うと思う、ね、なるほど、竹内オーナー、あの視聴者さんの声です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。あの僕カメラマンで行くんで大丈夫です。竹内オーナーはアメリカのままで大丈夫です。大丈夫です。はい、大丈夫です。大丈夫です。お願いします。私もお手伝いします。本当ですか？アメリカのままでいいです。いや、今ほら猫ちゃんのね、猫ちゃんの世話してるから。嘘、猫飼ったんですよ、たまに流れてるんで。嘘、私超猫好きなんですけど。本当ですか？あの、いきなり猫のチャンネルになっちゃったって。猫チャンネル、そう、結構サプライズが多いんですよ。いや、本当。雨やんだ。あ、切っちゃってみるの。うん、うん、いよいよ、うん、やばい。
ここで、はい、ダメだ、いや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 、大丈夫です。おほほほほほ、乗りました乗りました。結果オーライです。結果オーライです。ダッケル。ナイスパーです。ナイスです。ピンゴルフを見てた視聴者さんとの会話は面白いってことに気づきました。今日？ああそうやって思ってるんだとか。でもすごい、ね、ありがたいのはすごい体勢がガラ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 変わってる中、そう今回あのご参加いただいてすごいなんかめちゃめちゃ嬉しいんです。本当ですか？そうあまだ見捨てられてないんだって思いながら。いやもうリンゴルフファンとしては、まあ、純ちゃんがお仕事が忙しくなって出れなくなっちゃったから。なんかちょっと寂しくなっちゃって、なんかもっとリンゴルみんなに知ってもらいたいと思うし、私がさっき言った、まあ、同期で出てるから、あの子供たちにも見てもらいたいし、そう、純ちゃんは、あのそれこそ昨日もちょっと話して、そうなんですよ、あのなんだろう、純ちゃんの会いました、出れない代わりにちょっとこう気にかけてくれて、で。純ちゃんのもうゴルフしてる姿見たい。ああ、本当ですよね。神がかったさ寄せ。アプローチめちゃうまいよ。うまいうまい。純ちゃんはうまい。あの感覚でね。そう。でもねみんなねいろんなところで活躍してますよ、ね。そうなんだね。結局あのリンゴルフに出てなくてもどっかで活躍してくれてるじゃないですか。それはすごいね別になんかこう。ゴルフが嫌いになっちゃったとかするわけじゃないから、そうだって心ちゃんもあれだよねミットの予選通過して本戦行くんだよね。ああそう。うん。そう。すごいね。心ちゃんこそ本当に成長してる子だよね。最初からそう実力者じゃないじゃん。ゴルフ好きから始まったから。すごいね。どんどん出てもらって。これからもあの違う子とかもね、そう活躍してってくれればいいかなって感じで、これ終わったら後半は新しい企画になります。新しい企画を、はい、わかりました。飽きちゃうんで飽きないですね、このペースは多分飽きないです。多分話尽きないと思うんですけどペースでも飽きちゃうかもしれない。そう残りピンまで140ぐらいなんですけど、バンカーが来るのが9番とで、ナイスです。いいっすね。いや、いいっすよ。やめたね、これでしょ。私の理想はこの辺から見せたかったんだけど。お疲れ様です。そこでもすごいですよね。すごいです。でもさ、ここに落ちたらさ、やっとしいですよね。ありがとうございます。はい、じゃあ後半はちょっと違う企画にしますんで、また着いたら説明します。ありがとうございました。はい。